はい、どうもこんにちは。サックス奏者の藤本です。さて、エアロフォンの新しい機種 AE30、AE プロとも言いますけれども、こちらの機種が発売になります。手元に早速用意させていただきました。どうでしょう、ちょっとこう、今までのエアロフォンと変わってどうでしょう、この言い方すると語弊あるけど、めっちゃかっこいいでしょ。これまでのやつがどうこうじゃない。こうなんていうか流線形というかね、はい。で、やはりこの目を引くのがこの黒とセンターのここ金属、まあステンレスのヘアライン加工。ヘアライン加工っていうのは細かいこうわざと傷というかね入れてあって、光が乱反射するんでね、こう渋く光るんですけど、さらにキーが黒のメッキされています。サックスやってる人だとブラックニッケルの艦隊のメッキ見たことあると思うんですけど、あれと同じ光り方ですね。だからとてもこうシンプルというかシャープに引き締まっていますよね。で、とてもこのね、持った時の安定感も良くなりました。まあこれはですね、実は少し本体が重くなったってことなんですね。AE10 の場合はめちゃくちゃ軽かったので、若干ちょっと演奏中こう揺らしたりするとね、不安定になる傾向があったんで、僕いつもストラップを結構キュッと締めて手でギュッと支えてたんですけど、これはある程度こうサムフックのところとサムレストのところとあと上のアンブシュアのところで3点できっちり支えれるぐらいの重みがあります。だからもうある意味オクターブキーの操作は非常に安心感が出た感じがします。いつもだとね、このまあ、新機種とこれの1個下である AE10 との比較動画とかにしようかなと思ったんですけど、もうね、音源がまず違いますんで、概念的なところが変わってるんですよ。もちろん数年とはいえ最先端の音源が載っていますんで、 AE10 と比べるとね、となるともうパラメータとかもね、もちろん吹奏楽器って電子吹奏楽器ねである以上、息の入れ方とかそれに対するパラメータというのはもちろん共通に設定はされているんですけれども、音色に関するところのパラメータっていうのはもう裾野がめちゃくちゃ広がったんで、まあその辺も少し軽くではあるんですけど、ちょっと紹介したいと思います。では早速ですね、まあ俺がうだうだ話すよりもちょっと音聞きたいですよね。今こちら側にあるのは僕のスマホなんですけれども、今エディターを起動しています。で、まあエディターの方で音色を選んだ方が楽なんで、エディターの方から本体にエディターから Bluetooth で指示が出て、本体にある音源が並びます。この AE30、エアロフォンプロの、エディターは、いわゆるAE の05とか01と違って、エディターに乗った、スマホとかに乗った方のソフトウェア音源を鳴らすわけではなくって、これ自体の音源の音を今から聞いてもらいます。まずはこう、そうですね、クラシック奏行きましょうか。今音程の変化全部口でつけています。このバイトセンサーですね、AE10 の時からもちろんバイトセンサーはありますし、ブレスセンサーももちろんあるんですけれども、バイトセンサーに関して言えば、音源の方が変わったことによって非常にセンシティブというか、もうめちゃくちゃ細かい単位で受信してくれるようになったようです。ですから口でビブラートもかけれるようになりました。前のやつがダメだったわけじゃなくて、前のやつで AE10 ね、 AE10 の方のビブラートかけれたんですけど、それに比べるとめちゃくちゃ楽にかけることができます。で、またちょっと音いきましょう。あとこの辺とかね、往年の、ウィンド申請ファンの人は好き。
もう個人こうに亡くなってしまいましたけど、マイケル・ブレッカーですね、ウィンドシンセの、まあ、神様的な人ですけれども、マイケル・ブレッカーがライブとかで使ってたこういうちょっと不思議な音もなんとプリセットで入っています。さらにまあじゃあちょっとこうリード系、正直ねこの調子で紹介していくと音色あんまりたくさん紹介できないんですよ。なぜかというと今プリセットで今段階で280音色入っています。280音色ですよ。だからこうおちらおちらやってるとね、ほんとねあんまり紹介できないんですよね。今すごい適当に押しました。シンプルソービブラート、どんどん行きましょうかね。はい、まあまだこのシンセ系もめちゃくちゃいっぱい入ってるんですけど、そうですね、まあちょっとじゃあサックスも行きましょうか。黙々とやってますけどね。はい、まあ今サックスだけでもね、実はもうちょっとだけしかやってないんですけど、23種類入っています。23個ですからね。あとまあ定番ハーモニカね。
はい、ビブラートも今口で全部かけてますよ。リコーダーとかまあいいか、想像つくよね。トランペット金管弦ね。からまああとミュートトランペット。さらにミュートトランペット。さらにミュートトランペット。はい、さらに、ストレートミュートトランペット。まあ、この今なぜねトランペットのミュート系をばっかりやってるかというと、こんだけミュートトランペットがたくさん入ってるんですよ。で、フリューゲルとかも入れるとトランペット系の音色だけで10個からトロンボーンとか、あとトロンボーンのそのミュート、フレンチホーンとかね、あとチューバー、あとそういう、ブラス系ね、シンセブラス系はまた別にあるんですけどね。それからそうですね、あとまあ皆さんが好きなジャズスキャットね、なぜかこれめっちゃ人気ありますよね。今ね、何やってんだねって話ですけど、指に追随する、すなわち遅れっていうのをレイテンシーっていうんですけど、もうほぼというか全然ないです。もうね、音源の処理能力、まあいわゆる演算装置 CPU が入ってるわけで、それがめちゃくちゃ向上してるんで、音がこうたくさん鳴ってようが、指にもう全然追随してきます。だからこれぐらいずれることがないと、もう変な上安心して速いパッセージも吹けますし、あとそうですね、ドラムとかも入ってるんですよね。ドラム何使うねんっていう話も聞きますよ、聞きますけど。まあこれドラムまず1個目ね。で次、から有名なローランド808、それから909、ドラムばっかりなぜやってるか、まあこんなとこまでいっぱい入ってるよっていう意味でね。まだ入ってますよ。もう飛ばします。はい、はい、もう何でもありですね。まあ
今ドラムのキットだけでも 1,2,3,4,5,6,7 個と、あといわゆるそういう同じくオーケストラのパーカッションとかまで入れると10個以上またドラムセットが入ってるんですね。まあ今みたいにちょっとなんていうか、まあ言葉悪いけど曲芸的に使ったりとかできると思うんですけど、こういう、言葉を選ばずに言うと、この演奏としては無駄のような音まで入ってます。現在で280個なんですよね。今プリセットは約ですけどね。で、これから音源が、音源の話とかちょっとしますけど、未知数です。もうほぼ組み合わせも自由だし、それから、まあ自由っていうか、まあこれ全コア音源っていうのが入ってるんですよね。で、その全コアっていう概念が、全コアシンセサイズシステムっていうローランドがこの新しく2020年、今年ですよね。今年に発表したんですけれども、それを使うことによって、まあ使うことっていうかシステムなんで、音同士を重ねる、まあパーシャルっていう考え方があって、それぞれの音同士の細かなところまでのパラメータを、操作することができるんですね。そうすると同じ音でも、例えばちょっと波形とかをね、いじっていくと音色が変わったりとか、息入れたタイミングとかのズレとかも、それぞれそれぞれに設定することができます。で、組み合わせてみるって、さらに組み合わせたところに、いわゆる、まあ、FX ですね。リバーブとか。で、さらに、個々にもリバーブかけれたりね。もうね、やろうと思えば何でもできます。いや、ちょっとこの後はその辺のことも、興味ある方は話すので聞いてください。あと、まあ、余談とかもたくさんいろいろ喋らせていただきますけどね。まあ、音色紹介って言っても、すげえ適当な感じで、どうもすいません。まあ、これからね、いろいろと多分、音色については、私の方でもしかり、あと、まあ、これのユーザーの人が増えてきたら、いろいろな音色が聞ける機会が出てくると思うんで、まあ、ある意味、これは僕にとっては、まあ、ローランドから、まあ、これを、まあ、お借りしたままというか、お借りしてるわけですよ。で、ある意味、その、スポンサー広告的な、発信の仕方かもしれません。でも、そこはですね、やっぱり、ミュージシャン、音楽やってる人間として、楽器として、ちゃんとお話はさせてもらってるつもりなんですけど、このね、エアロフォンプロ、に関して一言で言うと、ちょっとおっさんが言うとちょっとなんかあれやけど、ワクワクが止まりまへん。もう本当に、とにかく面白いし、新しいサックスをこう店で買っちゃって、で家に持って帰ってきて練習楽しいでしょ。あの感じ。だから、未知数な部分も多いし、まだ勉強足りてないからね。だけど、これから楽器っていうかね、その表現とかそういうことも もちろん大丈夫というかすごいんだけど、音色がね、やっぱり想像以上のものが入ってるたりするんですよ。手元に来てまだそんな経ってないんで、全音色試しましたかというと試していませんし、試せませんでした。今日までに。で、一つ一つの音を聞いていくと、やっぱりもうね、非常にクオリティが高いんですよね。先ほどの音源の話戻りますけど、なぜ、こんなに音がいいかというと、全コアシステムっていう、これはローランドのホームページをちょっと見ていただくと、シンセサイザーのローランドさんの歴史があるわけですね。アナログからデジタル、それからその
デジタルであれバーチャルアナログとか、あとそれからあの AE10 でも載ってたような、スーパーナチュラルの音源とかね、あの楽器としてその音を再現するもの、演奏、あとはまあ想像するものとして、これまでずっとシンセサイザーというのが発展してきたんですけど、それぞれあのアナログならアナログの機種、バーチャルアナログならこの機種、アナログを周到しつつちょっとデジタルだとこの機種とかいろいろあったんですけど、その系譜をずっと凝縮して全てを再現できるようにしたシステムがこのゼンコア、あのシンセサイズシステムです。って言っても分かんないですよね。だってあの俺もまだあの分からないことばかりです。パラメーターとかもね、この筐体に全コアシステム共通のそのパラメーターっていうのがすごいたくさんあるんですけど、それが全部これ触れるんですよ、中パラメーターで。あの本体だけでというよりは、あの一緒に発表になります、あのエディターソフトですね、そちらの方でめちゃくちゃ深い深いところのパラメーターまで触ることができます。こうして、で実際ね、できうる限りのとこまでちょっと深いところにねずっと降りていったんですけど、もうそこに来たかなと思ったら、実はまだその下に底があるみたいで、そこまで触れる人ってそんないないような気もするんですけどね。で今こういう話するとやっぱりシンセサイザーなんでちょっと難しそうじゃないですか。でただね、使い方次第、本当に、そこら辺の部分は、ローランドの本体というか開発の人がエアロホンで使えるようにもう音色をそれで頑張って作ってで、エアロホンでコントロールできるようにした音源がこれに、そのまあ全コアシステムのチップに、音源システムに乗ってて、もうこういうのできたんでどうぞ使ってくださいっていうお膳立ては済んでいます。で音源の音同士を重ねたりって AE10 でもレイヤーっていう考え方ありましたけど、この全コアシステムにおいてはレイヤーと言わずに、そのパートを重ねるんで、パーシャルみたい、パーシャルっていうんですけど、4つ重ねられるんですね。でまあちょっとそれにはドラムの音源と何々はできないとかっていうのちょっとだけ制約はあるんですよ。ただほぼもうフリーに重ねることができます。でCPU のパワーがすごいので、重い音同士を重ねたりしても、そもそも、そんな音が遅れたりしないのと、さらに、例えば、そうですね、ちょっと、よいしょ、の、で、ここにスイッチがあるんですけど、これをちょっと押しますと、はい、今まあここに S1、S2 っていうスイッチがついたんですよ。ちょっとわかるかな、これね。はい、ここのスイッチにも機能を割り当てることができて、そうすると鳴ってる音全部に今指示した度数の音、要するに和音になったりするわけですね。というのは同時発音って結構な数してるんですけど、でここにも、はい、スイッチがつきました。あと A10 でいうところの、サムコントローラーがこの上下伸送式になりました。はい、でこの下にあるやつはサムパッドって言います。でここにもあらゆる機能を、アサインすることができます。で、このシステムのすごいところで言うと、例えばこのサムパッドを押す強さの好みは10段階です。はい。で、ここにはもう本当ありとあらゆる、機能を、アサインして、押したらどうなるっていうのを、この、なんていうかね、指示出せるというかね。で、かゆいところに手が届いた、まあ、よく改良したなっていうところは、サムフック、はい。ここね、
ここにこういうふうにゴムでできたサムフックの自分の指に合うものっていうのが、これともう一種類ついてきます。厚みが違うんですけどね。このように細かいところに手が届いた感じですね。で、物理ボタンとしては、ここは、シーンを変えたり、フェイバリット変えたりとか、あとこれキー変えるやつですね。あるんですけど、細かいこういうところはちょっと今回は割愛します。なぜかというと、なぜかというとの説明がまた難しいんですけど、物理キーっていうのはあって、例えば、フェイバリットとか、シーンっていう考え方が、まず、この全コアの音源にはあるんですけれども、すごく簡単に言うと、フォルダー分けされています。例えば、クラシックソーとか、さっきのこういう音ね。これは、シーンの01っていうのに入っています。で、ここは01はどういう、フォルダーなのかというと、いわゆるアナログ系のそういうリード楽器、まあシンセリード系ですよね。で、全部もちろんウィンドシンセとしてよく使う感じの音がまとめられています。から例えば先ほどの5番05シーン05っていうまあ塊には木管楽器、06は金管楽器で、ドラムとかティンパニーとかそういう打楽器系は12とか。あとそうですね、みんな大好きみんな大好き民族楽器、民族楽器は08のフォルダーなんですけど、民族楽器なんと55種類とか入っています。知らない楽器もなんかいっぱいあるんですよね。例えばこれはあれか、入ってたよね。まあ、今何やってるかというと、先ほどのサムパッドを押すとこうロールっぽい、これ分かりにくくてごめんね。はい、こういうことになっています。まあ今サムパッドはちょっとこうポルタメントかかるように設定が入ってますよね。だからこういうふうに楽器のニュアンスつけるのにいろいろな手法ができて、さっきのこの上のボタンもあるし、あとはこの上下っていうのはいわゆるピッチベンドだけこう指の先でやるのね。で、前のっていうか A10 にある十字キーは僕個人的には上使わないんですよ。で、あと手前の自分から見てライト側っていうのもほぼ使わなかったんで、使ってたのって下側とあと押す側で、で下のベンドも口でやってればあまり使わなかったりするんですよね。でこの上下あるんですけど、今日実は1回もまだこれ僕使って演奏していないんですよ。でもちろんこれで口でできない、やらない人は手でやって全然大丈夫だと思うんですけど、ここのオクターブキーの配列も改良が加えられましたよね。第2オクターブキーとかがちょっとやっぱ押しにくいっていう話も多かったんで、それに比べ、以前のその点とかに比べると少しこう人間っぽくなった、人間っぽくなった、うん人間工学に基づいたっていうんですかね。それからあと話が割と多かったのがビスキーね。ビスキーは本当にいい場所に戻ってきました。戻ってきたというか、はい。で、F シャープ、フロント F シャープキーも、この B のキーのすぐ上に来たんで、こういうふうに押すことができるんですよ。あ、ミー、なんかちょっと音戻すね。ここの、まあフロント F でこういう風に使う人は使いやすい位置に来たと思います。もう一つ特意
ミディのインアウトがつきまして、これに、外部操作ができるもの、ざっくりした言い方ですけど、一番ね、嬉しいのはね、フットコントローラーで、プログラムチェンジができるようになりました。今実はフットコントローラー僕あるんですけどね、ここにね。今ちょっとつないでないんですよ。で、さっきつないでみたら普通に、足で踏むと、プログラムチェンジができます。プログラムチェンジってのは、例えば、まあ、音色変えるとかね、できるんですよ。で、これにはですね、やはりまあ、話せば長いんですけど、まあ、内容はそんなないんだけど、ね、思い起こせば、去年の夏に、まあ、この上位機種を出す、ということで、開発をされてたんですよ、もう1年以上前に。で、まあ、A10 っていうものが、ある意味、一番最初に出たけど、上位機種だったわけですね。で、もっと発展させるには何が必要かっていうのを、個人的に、まあ、ブレストな感じ、もう夢も書いてあったんです。で、まあ、こういうのをちょっと提出させていただいたんですね。で、細かい字でいっぱい書いてるのは、例えば、さっき言ってた、フットスイッチと連動してプログラムチェンジができたらいいなとか、あと、そうですね、もうちょっと本体が重い方が個人的には好きです。はい。とか、あと、そうですね、ブレスの圧力の設定をもっと細かくできたらいいなとか、あと、バイトコントロールをもう少しリードとの設置してるところが、もっと手前側の方が僕は嬉しいですね、とか、書いてあったんですよね。書いたんです。で、こんだけたくさんあったんですけど、それから1年経って、まあコロナ禍もあったんでね、ちょっとあったというかまだ終わってないけど、コロナもあったんで、少し部品とかのなかなかどのメーカーさんもね、厳しかったんだと思うんですけど、1年経って、で、この、A のプロは、この赤丸ついたやつ、さっきのこの要望、もう勝手な僕の夢のような要望が、赤丸がついたとこ全部叶いました。ありがとうございます。ローランドさん。まあ、もちろん僕が言ったからやってくれたわけじゃなくって、この全コアシステムっていうものが実現するのに寄与してるのもあるんですけど、例えばこの丸ついてないやつね、もうね、俺の勝手な欲求、メタルマウスピースが欲しいとか、オーディオインはあった方がいいけど、インなら Bluetooth でいいんじゃないのとか言ってありましたけど、これはもちろんできるようになりました。Bluetooth ね。で、また、あ、ごめんなさい。できてないのを紹介するんやったね。そうだね。サンプリング、ルーパーがついたら面白いとか、もうブレスト状態です。だからこういう自分で、なんて言うんだかな、A10 を使っていた上で、こういうことできたら便利だよね、こういうことできたら面白いよね、とかっていうのを、もう好き勝手に言ってくださいって言われて、好き勝手に言ったのうちの、もう9割ぐらいは、こいつで実現できちゃったんですよね。うん。まあ、なんかこれをね、手元、実機が手元に届いた時に、すごく感じたのは、さっきのワクワク感、とあと、ああ、ここ目指してたんだなっていうのがすごく分かりました。ローランドの三木社長がね、エアロホンの開発にもともと着手されたというか、これ、ゴーサインが出たっていう話なんですけど、一番最初、三木さんが、こんな感じでっていうのは、ね、木で作ったね、なんつうの、イメージの物体があったんですけど、なんかね、なんか近いんですよ。で、音源はその時もちろん全コアっていうものなかった。3年前、たかだか3、4年前ですけど、そうすると今、この3年で最新のものができて、じゃあこれ載せちゃいましょう。その音源を載せましょうって。で、この小さな筐体に詰め込んだ。で、さらにそれをウィンドシンセとして演奏できるようにブラッシュアップして、はいどうぞって渡されたら、それはもう楽しくて仕方ないですよね。いやー、もう何度も言うけど、
すごいねワクワクします今こうちょっとなんか本当もうまたちょっとだけ音鳴らしますけど、例えば、まあ、僕らの年代だとね、例えばこの辺の音とかね、とかあとこの辺もう昔懐かしのキーボードの入ってた音なんですけど、それを吹奏楽器として演奏できるこの楽しさ。だから200今80あって、でどっかで聞いた音なんですよ、昔のアナログシンセとかなんで。でもうまたちょっと話脱線し始めてますけど、まあ、まだお付き合いくださいね。例えばさっきのいわゆるこういうなんていうんですかね、まあ、この音は僕はシルクロードで鬼太郎さんのね、吹けるかな、まあもう本当うちらの年代しか分かんないですよね。なんか懐かしい音なんですよ、匂いというか、小学生だってね、うちの親父がよくこれ見てたんでね、なんか音色、こういう歴史のある音色とか、まあもちろん鬼太郎さんが使ってた音色は全くこれと一緒かっていうと違うかもしれない、もうちょっとそれ分かんないんですけど、音っていうのはこうやって匂い、当時の匂いとかね、あとなんか記憶とか、もうまあ親父はもう亡くなってるんですけど、親父が見てたなとかね、不思議ですよねなんかね、そういう音ってなんかちょっとこうロマンがあるというかね。で何の話してるか分かんないけど、なんかねこういう音を聞くと、あ小学校の時こうだったなとかね、ちょっと思ったりするんですよね。はい、全然まとまってないんですけど、まあもう一回ちょっとよく見てください。まあこれはね、なんて言うんだろう、僕はまあ、この辺ちょっと生配信っぽくなっちゃいましたね、語りになっちゃうんで。ね、この楽器を僕は本当ね、みんなに使ってほしいなって思います。なんか、他社さんね、赤井さんも、あとヤマハさんのベルのついたやつとかね、あの赤井さんもスピーカーのついた EU が出されたりしましたよね。で、ここ数年、のこの盛り上がりはね、本当に嬉しくて、もちろんヤマハさんのやつも僕まだ吹いてないんですけど、実際吹いてみたいし、で赤井さんのあれもまだちょっと吹いてないんですけど、吹いてみたいなと思うし、まあ、各社それぞれ特徴があって、こんな時代がまた来るなんてって、ウィンドシンセユーザーとしては嬉しい限りです。まあ一時は正直もう絶滅危惧種でしたからね。まあ、いかんせんサックス奏者しか使えない雰囲気もあったし、やっぱりそれなら普通の楽器買おうよっていうのもあったと思うんですよ。でも今このコロナ禍もありますけれども、やっぱりおうち需要っていうのが出てきましたし、さらにやっぱりこの住宅事情からサックスやりたいけど練習できないっていう人たちのためにこう門戸を開いたとね。でその影響はエアロフォンの最初の A10 の影響はとても大きかったんじゃないかなと思います。でその後こうそうですね、廉価という位置づけ、もっと手軽にということで05とか、さらに運指自体はもうサックスじゃない01っていうのが出ましたけど、でそこから正常進化して最高の音源乗せたっていうのはローランドのやっぱり底力じゃないかなと思います。でまあこれはね
本当に何度も言いますが個人的にワクワクします。もう吹いてて楽しくて仕方ない。うん。で、先ほどの全コア音源っていうところの深みに溺れてみたい。はい。まだまだもう知らないパラメータいっぱいあるし、あと PC との連携ね。まあ細かい話あんまりごめんなさいね、今回してなくて USB-C がついてたりとかね、ここねするんですよね。から、PC の DAW との連携はこの USB-C の線1本でできるドライバーとかも用意されるんですけど、残念ながらまだちょっと今手元に来てないんでちょっと試してないんですけど、もうまあ間違いなくこれは実現されます。で、こういうあの PC 環境とか、あと他の音源との連携が全コアシステムによって一本化されて、これからどんなことが起こるんだろうなっていうねすごい楽しみです。でもいざ立ち返ってみるとやっぱりこれは一つの楽器なので、こういうニュアンス、こう息でこうやっぱりなかなかこれキーボーディストの人が真似しようとすると難しいと思うんですよ。でもうちらは管楽器奏者、吹奏楽器をやること、またこれから始める人、息入れてこうやれば、まあもちろんキーボードの人がねこれをね、あのミディコントローラーとして使う将来も多分全然あると思うんですけど、本当にねすごい時代がようやく来たなと思います。ようやくっていうか今までのウィンドシンセがダメなわけじゃないんですよ。もうあのね、ある意味ちょっともうこう極まった、本当に何度も言うんですが、さっきあのローランドここ目指してたのねっていうのを実感できる機種だと思います。まあコロナ禍であの楽器店で試奏する機会っていうのはほぼ壊滅状態になっちゃって、で実機触れるところもちょっとね、なかなかあの商品に触れないっていうことも、まあ、これからのちょっと時代まだちょっと続くと思うんですよ。でももし欲しいなと思ったら、もうこれ僕はもう本当に買っていいと思います。はい。だからね、どこを目指すかとか、その人によって違うけど対応するだけの底力があります。で、細かい物理キーの話とかは、これから多分ローランドのホームページとかでもサポートがどんどん進んでいくし、私のホームページでも、フォローしていけるところはしていくつもりなんで、これからも少し動向を見守ってみてください。なんかまたどちらかと、いつもね、このね、新機種出るたびに動画作ってるんですけど、どちらかり具合っていう、まあ、あったらしない、なんだ、もうまとまりがないこの状況を、まあ、例えばこの時点まで見てくれてる人が何人いるか知らないんですけどわかんないんですけど、まあ思いの丈をぶつけた動画だと思ってください。本当にこれからね、ホームページとかそういうちゃんとローランド本体とか、あともっと動画の説明が上手い人たちが世の中いっぱいいますから、その人たちの動画とか、あと演奏ね、まあ、演奏の方は僕も上げていこうと思うんで、それを聞いて、ああこんなことできるんだなっていうふうに見てくださればとても幸せかと思います。ではまた近いうちに会いましょう。